いらっしゃい。遊撃士協会へようこそ。おや、クローゼ君じゃないか。こんにちは、ジャンさん。また学園長の頼みで魔獣退治の依頼に来たのかい。ああ、わかった。学園祭の時の警備の依頼かな。いえ、それはいずれ伺わせていただくと思うんですけど、今日はエステルさんたちに付き合わせてもらっている最中なんです。あれ、そういえば学園の生徒じゃなさそうだけど。待てよ、その紋章は。はじめまして、準遊撃士のエステルです。同じく準遊撃士のヨシュアです。ああ、君たちがエステル君とヨシュア君か。いやあ、ほんとよく来てくれた。ボス支部から連絡があって、今か今かと待ちかねていたんだ。そっか、ルグランジーさんちゃんと連絡してくれたんだ。感謝しなくちゃね。僕の名前はジャン、ルーアン支部の受付をしている。君たちの監督を含め、これからいろいろとサポートさせてもらうよ。二人ともよろしくな。うん、よろしくね、ジャンさん。よろしくお願いします。君たちにはいろいろと期待しているよ。なんといってもあの空賊事件を見事解決した立役者だからな。空賊事件ってあのボース地方で起きた？私リベール通信の最新号で読んだばかりです。あれ、エステルさんたちが解決なさったんですか？まさか、手伝いをしただけだってば。実際に空賊を逮捕したのは王国軍の部隊だしね。謙遜することはない。ルグランじいさんも褒めてたぞ。早速転属手続きをするから書類にサインしてくれるかい。さあさあ、今すぐにでも。うん。それでは早速。うん、これで君たちもルーアン支部の所属というわけだ。いやー、この忙しい時期によくルーアンに来てくれたよ。もう逃がさないからね。なんか嫌な予感。先ほどから聞いてるとかなり人手不足みたいですね。何か事件でもあったんですか？事件というほどじゃないけどね。実は今王家の偉い人がこのルーアン市に来ているのさ。王家の偉い人？もしかして女王様？まさか。王族の一人であるのは間違いなさそうだけどね。なんでもルーアン市の視察にいらっしゃったんだとさ。へえ、そんな人がいるんだ。でもそれがどうして人手不足につながっちゃうの？なんといっても王家の一員だ。万が一のことがあるといけないとダルモア市長がえらく心配してね、ルーアン市街の警備を強化するよう依頼に来たんだよ。なるほど、先ほど2階で話し合っていた一件ですね。それにしても市街の警備ですか？まあ確かに港の方には跳ねっ返りの連中がいるからね。そちらの方に目を光らせてほしいということだろう。跳ねっ返りってさっき絡んできた連中のことね。確かにあいつら何かしでかしそうな感じかも。なんだ、知っているのかい？実は。そうか、総国閣の奥に行ったのか。あそこはレイブンと名乗ってる不良グループのたまり場なんだ。
君たちに絡んできたのはグループのリーダー格を務める青年たちだろう。レイブンね、何をカッコつけてんだか。少し前まではおとなしかったんだが、最近タガが緩んでるみたいでね。市長の心配ももっともなんだが、こちとら地方全体をカバーしなくちゃならないんだと。まあそんなわけで、本当に人手不足で困っていてね。君たちが来てくれて感謝感激、雨あられなんだよ期待に添えるといいけど。それじゃあ明日から早速手伝わせてもらうわ。何かあったら僕たちに遠慮なく言いつけてください。ああ、よろしく頼むよ。わあ、もう夕方か。すっごく綺麗な夕日ね。ここの夕日は格別だな。白い街並みによく生えてる私も大好きです。そうだ、そろそろだと思いますよ。え、何が？ものなの？30分くらいだと思います。早朝、昼前、夕方の3回、通る船がなくなるまでですね。なるほど、比較的人通りの少ない時間帯だね初めて来られた方は最初は戸惑われるらしいですけど。あ、そういえばエステルさんたちは今夜の宿はどうされるんですか？ギルドの2階に泊まらせてもらう手もあるけど、やっぱり最初くらいは優雅にホテルに泊まりたいかも。だったら急いで部屋を取った方がいいかもしれません。今は観光シーズンですから、すぐにいっぱいになってしまうと思います。そうか、だったら急いだ方が良さそうだね。行きましょう。お疲れ様。無事に目的を達成できたみたいだね。何か依頼を達成したらまた報告に来ておくれよ。連続手続きは済んだかい？これからしばらくは仲間だね。ここの支部には私の他にもう一人、あんたたちと同じ準遊撃士がいるんだ。それから臨時にあいつが来るって聞いてるんだけど、まあよろしく頼むよ。
お部屋を取った方がいいと思いますよ。今は観光シーズンですぐにいっぱいになってしまいます。あ、そっか。
いらっしゃいませ。ホテルブランシェへようこそ。ご予約のお客様でいらっしゃいますか？ううん、そうじゃないんだけど。今からでも部屋は取れますか？お客様、いいタイミングでしたね。つい先ほど最上階の部屋がキャンセルされたばかりなんです。よろしかったらそちらにご案内しますが、いかがでしょう？最上階の部屋、いいかもしんない。あ、でも最上階ともなるとかなりお高いんじゃないですか？キャンセル空きですから通常料金と同じで構いません。それに拝見したところ、お客様方は遊撃士でいらっしゃるご様子。いつもお世話になっているのでサービスさせていただきますよ。そこまで言われたらお言葉に甘えちゃうしかないわね。それじゃあその部屋をお願いします。かしこまりました。よかったですね、エステルさん、ヨシアさん。それでは私、そろそろ学園の方に戻ろうかと思います。急がないと寮の門限に間に合いそうにないので。あ、そっか、夕方までって言ってたよね。名残惜しいけど仕方ないか。よかったら学園まで送ろうか？大丈夫です、通い慣れている道ですから。今日は付き合わせてもらってありがとうございました。やだな、お礼を言うのはこっちだってば。そうだね、案内してくれてありがとう。そんな大したことはしてません。そうだ、お二人はしばらくルーアン地方にいるんですよね。よかったら来週末にある学園祭にいらっしゃいませんか？学園祭？名前から察するに何かの行事みたいだね。ええ、学園側の許可をもらって生徒が自主的に開くお祭りです。王立学園の伝統行事なんですよ。ああ、そういうの私めちゃめちゃ好きかも。出店とか出し物はあるの？もちろんです、結構本格的なんですよ。行く行く、絶対行く。っていうか私も一緒にお祭りの準備がしたいくらい。ちょっとエステル、さっきギルドで忙しくなるって聞いたばかりなのを忘れたのかい？それがあったか。まあ、学園祭の当日だけならいい息抜きにもなると思うし、それまでしっかり仕事しようね。はーい。エステルさん、ヨシアさん、それでは私そろそろ失礼しますね。近いうちにまた。うん、またね。気をつけて帰ってね。可憐な雰囲気なのに凛としたところもあって頼もしい。私が男だったら間違いなく惚れちゃってるわね。まあそれはともかく、何か企んでいそうな様子もないし、いい子であるのは確かみたいだね。そんなどこぞの空賊娘じゃないんだから。でも出会いには恵まれたし、最上階のいい部屋も取れたし、やっぱりマノリアの展望台でジークを見たのが良かったのかも。そうかもしれないね。それじゃあ早速部屋に荷物を置いちゃおうか。うん、最
上階よね。最上階でしかもスイートか。通常料金で泊まらせてもらうのが申し訳なくなってくるね。まあせっかくの申し出だし、せいぜい堪能させてもらいましょう。すごいな、こんなバルコニーまであるんだ。でも確かに私たちだけで使うにはもったいない部屋かも。父さんも一緒だったらよかったのに。そうだね、本当にどこで何をしてるんだろうな。おお、なかなかいい部屋ではないか。何今の。うん、部屋の中から聞こえてきたみたいだけど。それなりの広さだし、ちょうどもいい。うん、気に入った。はっかっか、お待ちくださいませ。この部屋にはすでに利用客がいるとのこと。予定通り市長殿の屋敷に滞在なさってはいかがですか。黙れフィリップ、あそこは海が見えぬではないか。その点この海沿いのホテルは景観もいいし、潮風も爽やかだ。バルコニーにも出られるし。なんだお前たちは。賊か、私の命を狙う賊なのか。何をいきなり土地狂ったこと言ってるのよ。おじさんたちこそ何者？勝手に部屋に入ってきたりして。おじさん呼ばわりするでない。まあよい、お前たちがこの部屋の利用客か。ここは私がルーアン滞在中のプライベートルームとして使用する。とっとと出ていくがよい。言ってることが全然わからないんですけど。どうして私たちが部屋を出ていかなくちゃならないわけ。事情をお伺いしたいですね。これだから無知蒙昧な庶民は困るのだ。この私が誰だかわからぬというのか。うん、全然。なんか変な頭をしたおじさんにしか見えないんだけど。変な頭だと。エステル、いくらなんでもそれは失礼だよ。個性的とか言ってあげなくちゃ。なるほど、物はいいよね。まあよい、耳をかっぽじって聞くがよい。私の名前はデュナン・フォン・アウスレーゼ、リベール国主アリシア二世陛下の甥にして公爵位を授けられし者である。驚きのあまり声も出ないようだな。だがこれで分かっただろう、部屋を譲れというそのわけが。
ちゃめちゃ笑えるかも。よりにもよって女王様のおいでっせ。エステル、そんなに笑ったら悪いよ。この人も場を和ませるために冗談で言ったのかもしれないし。こやつら。まことに失礼ながら、閣下のおっしゃることは真実です。え、これは申し遅れました。私、公爵閣下のお世話をさせていただいているフィリップと申す者。閣下がお生まれになった時からお世話をさせていただいております。はあ。その私の名誉にかけて、しかと保証させていただきまする。こちらにおわす方はデュナン公爵、正真正銘陛下のお遺言にあたられます。信じられないけど、そのおじさんはともかく、あの執事さんは本物だわ。そういえばジャンさんが言ってたね、ルーアンを視察に来ている王族の人がいるって。ハハハハ、参ったか。次期国王に定められたこの私に部屋を譲る栄誉をくれてやるのだ。このような機会めったにあるものではないぞ。ふざけないでよね。いくら王族だからといっておじさんみたいな横柄な。あ、いや、お嬢様方、どうかお待ちくださいませ。え、しばしお耳を拝借。失礼ながらお嬢様方にお願いしたき儀がございます。これで部屋をお譲りいただけませぬか。執事さん。何もそこまで。閣下は一度言い出したらてこでも動かないお方。それもこれも閣下をお育てした私めの不徳のいたすところ。どうか、どうか。仕方ないか。あんまり執事さんを困らせるわけにもいかないし。部屋はお譲りします。ただそのミラは受け取れません。しかしそれでは。いいっていいって、あたしたちにはちょっと豪華すぎる部屋だし、あのおじさんのお守り大変とは思うけど頑張ってね。お嬢様方、どうもありがとうございます。こら、私をのけ者にして何をこそこそ喋っているのだ。別に何にも。どうもお騒がせしました。部屋は公爵閣下にお譲りします。おお、そうか。最初から素直にそう言えばいいのだ。その謙虚な心がけをこれからも忘れるでないぞ。まったくもう。それでは失礼します。そうですか、公爵閣下には事情を説明してお断りしたはずだったのですが、本当に申し訳ありません。このようなことになってしまって。いいっていいって、悪いのは全部あのわがまま公爵なんだし。ところで代わりの部屋はありますか。普通の部屋で結構ですから。それが
つい先ほど全ての部屋が満室になってしまいまして。げっ、少し甘く見てたか。どうかご安心ください。今回の件は私どもの不手際です。他に泊まれる場所がないか責任を持って手配させて。よっ、なんか困ってるみたいだな。エステル、ヨシュア、空賊アジトで会って以来だな。あ、ナイアル。こんばんは。意外な場所で会いますね。それこっちのセリフだぜ。お前さんたちもルーアンに来ていたとは思わなかった。それよりどうした？何かトラブルでもあったかよ。実は。相変わらず面白いことに巻き込まれてるじゃねえか。あのね、笑い事じゃないんだけど。そういうことなら話は早い。俺の部屋に泊めてやるよ。え？ベッドに空きがあるからな。よっ、フロントさん、それでも構わないだろ？もちろんですとも。そうしていただけると助かります。よし、決まりだな。地下1階の奥の部屋だ。遠慮せずについてこいよ。いいのかな。せっかくの申し出だし、受けてもいいんじゃないかな。まあ、止めてもらう代わりに何かネタは要求されそうだけど。めちゃめちゃありそうね。ま、それくらいは仕方ないか。よく来たな。空いているベッドを適当に使ってくれや。止めてくれるのはありがたいんだけど、ちょっとサービス良すぎるんじゃないの？おっと、変な勘繰りをするなよな。この前はお前さんたちのおかげでスクープをものにできた。感謝の印ってやつだぜ。空賊逮捕のスクープですね。どのくらい反響ありました？それがよ、もうバカ売れ。特にリシャール大佐と情報部の活躍を取り上げた記事が大反響でな。空賊事件そのものよりも大佐に稼がせて。へえ、あの人そんなに人気あるんだ。噂じゃ、今回の事件で陛下から勲章までもらったらしい。王都あたりの市民の間じゃ人気うなぎ登りっていう話だぜ。今度うちでもリシャール大佐の独占インタビューを載せるしな。それはすごいですね。まああのルックスに加えて知的で頼りがいのある雰囲気だ。
俺も実際に話してみて好感の持てる人物だと思ったぜ。ただな。どうしたの？いや、まあそれはどうでもいいか。記事のおかげでボーナスも出たし、ようやくお守りからも解放された。リシャール大佐様様ってやつだぜ。お守りから解放されたってひょっとしてドロシーのこと？そういえば一緒じゃないんですか？もともと新人研修の一環としてしばらく面倒を見てただけだしな。今回のスクープをもってめでたくコンビ解消ってわけだ。でもあの人って一人にしたらかえって心配のような。言うなっての。考えないようにしてんだから。まあそういうわけでボーナスを使ってバカンスを楽しんでいる最中ってわけだ。とか言ってどうせまたスクープを狙ってるんでしょう。あ、ひょっとしてあの公爵を追ってたりとか？ああ、デュナン公爵か。お前さんたちも災難だったな。聞いた話だと王族の中でも宝刀三昧のはみ出し者だそうだ。アリシア女王も頭を悩ましているって噂だぜ。信憑性がありそうな話ですね。でも本人が言うには次期国王だそうですけど。それって本当なの？私あんなおじさんを王様なんて呼びたくないわよ。まあ陛下もご高齢だし有力候補なのは確かみたいだぜ。確か陛下のご子息は結構前に亡くなっているからな。まあ周囲の反対も多そうだが。ナイアルさんもそれほど詳しくなさそうですね。ということは追っているのは別の件ですか？あ、図星って顔してる。たく、相変わらず鋭い小僧だぜ。イエスとだけ言っておこう。だがそれ以上は喋れねえ。かなり大きなネタなんでね。そう言われると余計に気になっちゃうけど、まあいっか、私たちマスコミじゃないし。記事楽しみにしておきますよ。おう、任せとけってんだ。ところでお前さんたち晩飯はまだなんじゃねえか？おごってやるから付き合えよ。え、本当？ありがたくごちそうになります。黒いものが多いのは元気な子が多い証拠かしら。さてと、そろそろ休みますか。エイドスよ、あの子たちに健やかなる明日を与えたまえ。何かしらこの音は。薪をくべる時のような。それにこの匂い、
来て。ああ、ごめん、申しません。あれ、グラムったら、何寝ぼけてんのよ。ポリ、ダニエル、早く起きなさい。おみゅ、どうしたの先生、ちょっと怖いよ。火事です。え、本当？1階におりますよ。慌てず大急ぎで先生についてきなさい。うわ、なんだこれ。煙臭い。怖いよ。おみゅ、まだ眠い。さあ、みんな出口に急いで。エイドスよ、どうかこの子たちだけでも。